これは夜光石かな。いっか。私正規ルート歩かなかったからここ来るの。いや、ここは歩いたか。暑くて火傷しそうなとこあるがな。ここはユフィンコですね。マジ？絶対あのベプトじゃん。よしよしよし。ナイスベプト。むしろ今までなぜ気づかなかったのか。上から見ても気づかない系？それとも私は単純に頭上を通っていないのか。若干ちょっとゾーラの服を着ようかなぐらいのテンションになってきた。敵いないし着ようかな。少々お待ちを。消えたんだが。ああ、よかったよかった。でもベフ島にしてはえらい遠いところから反応したね。違うのかな。コロボ的なの見えないよね。湯気が凄まじい。いやー、なんか違うっぽいなあ。ここじゃないっぽいね。ベフ島はただの島でした。なんかあるけど何。ああ、見本はあった。おい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 、止まりなさい。2個ついてて、びっくりした。呼んでないですよ。真ん中2個かね。じゃあベフ島はこれで満足ですか。はい、満足のようです。ではは？ゲーロコ？どっち？こっちよね。このここだよね。じゃあ上行くか。着替えますよ。これ着て、多分またね、中身壁の中にある系かな。でも
近くにもうあるのにね。ここにあるもんだって。まあでもあれは馬宿用という。すげえ寝息。どこにいるか分かんないんだけど、全部上にいんのかな。あ、いって、なんかここ全部金属チックなんだけど、ちょっと待ってね。なんかここも金属？ここは金属じゃないか。これ当たり判定。うん、しびれるわけじゃないのか。見つけました。ここですね。どこだこれ。あー、なるほどね。あ、こんなところで死んでる子がいたの。よし、でやっていきましょう。炎の力、炎ですって。あー、これつきたいね。持てたらいいのにな。おーおー、燃えちゃう。当たるかな。当たんないな。よ、あーもうめんどくさい。めんどくさいです。これダメなんだよね。あ、間違えた。よっ、から炎をやっていく感じ。これが炎の力。なんか火によって人は発展したと言っても過言ではないしね。何を言ってるんでしょうね、突然。しかもなんかあったし、そこ。炎の力とは。これやたらめったらやっちゃいけないやつ。よく分かってない。あ、そこにスイッチがあって、あの重りで開いたって感じなのかな。無理がなかなかった。
終わった。クリア。なんかいつも逆を言ってしまうんですが、後でこっち行こうと思ってたんですよ。ちょっと通ってみますかね。痛い。なんでこんなに岩がいっぱいあんの？あー、マジ？なるほど。どうなの？あー、微妙に。こうね。から、持ってくればよかった。ちょっと、見えづらいな。二個目。一見ね、簡単そうなのに、一個目はありえない外し方をしましたね。オッケー。じゃあこれはもう、ここは、こんなもんですかね。そういえばさっき、コログ何匹か見るの忘れてた。あと、70ぐらいかな。450までね。で、ここに続くと。ここの木も気になるけど、ちょっと待ってね。かかってきなって言ってた。あれ、一緒に戦ってくれないの？一緒に戦ってくれるかなと思ってさ。残念。うう。ありがとう。甘露に。この人ね、なんか、そうそうそう。ん？あれ？人違う？ヒーって言ってる人いる。弓の名手で、ヘッドショットが得意だぜ、みたいなことを言ってる人がいたんですよ。美味しそう。あ、え、こんな、もう馬宿に帰りますの人って、こんなところにまで出張してるの？え、どこの子だっけ？ここの人じゃない？こんなところまで出張するんだ。まあ、こんなところって言ってもそんな遠くはないのか。甘露に蜂蜜とキノコだけでできるの？あ、で、ベレー平原ですね。ここに来ようと思ってたんですけど、意外と近かったな。ずっと雨じゃん。でもなんか普通に、ごく普通に通って、ごく普通に探索してるような気がしないでもないんですけど。あ、探索してなーい。あ、この子はイージーですな。で、今、こっから録画開始して、その前に、どこ行ってたっけ？この辺？この辺うろうろしてたのか。で、コログを2、3匹発見しました。
私が動画を撮る時と撮らない時の差はあまりないんですけど、なんか、ああ、今声出ないわっていう時は大抵録画ボタン押してないですね。よし、撮るぞって思った時は、録画ボタン押してるって感じ。あら、お初にお目にかかります？買ってくれないかな？へぇー。買ってくれないかなーか。ちょっと、資金援助はしたいが、物が多い。ごめんよ。はい。縦サーフィン？あ、しまった。フィン？ラッセル。へぇー。うわ、買ってあげたいけどさ、下にいる？いた？そんな人。まっすぐ北西の方に。あ、こっからか。こっから北西ね。うん。これって乗れるの？乗れる、乗れなさそうだけど、これとかもね、乗れるのっていう話ですよね。こうして、ここ。北西。あの日は何？ファイヤーチチュ。どんぐらいさ、耐久度が減るんだろう。私よく知らないんだけど。あんまりやんないし。でも確かに、あ、この人か。女の人かと思った。ロード長。あ、なになになに？今なんで固まったの？あ、買ってくれないんだーっていう視線を感じたの、リンクタン。縦サーフィンな、もうガチなやつやっちゃったからな、私。雪山で楽しんじゃったからな。ここは何集落です？あれ？敵いない。集落名出ないんだ、ここ。それはいいんだが、これどうやって撮るの？燃えるの？これ。あ、燃えた。さて、探すべし。あ、ここかな？違うな。なんでこんなに弱いの？え、なんだろう、なんどうした、どうした、みんなどうした、なんであんのこんなに。そしてコロクのやつどこだ、これ。壁。あ、あった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 。そうだね。オッケー。30。よし、気になるのはこんなもんかな。というわけで、メレー平原でした。あ、ゼロ池行こう。さっきちらっと見えてたとこだね。どこに何もないように見えるけど、あれは何？ああ、まあ、あっても宝箱とかかな。
どう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 。チーズが濡れる。あ、ごめん。ごめん。よし。ゼロ池、そんななんもなさそう。かな。はい。というわけで、オルディンの南側でした。祠一個見つけたね。この辺を探索しました。はい。次の探索は、ここ始まりの第一ね。その北のここに行こうと思います。何気に行ってないんだよね。本当なんかこういう細かいところ。なかなか行ってない。しかも結構高いっていうね。ああ。よっ、登りました。ここは？あ、ゴログいそう。だよね。ちょっと待ってー。よいしょ。ね、さっき、労働画面見たときに、あと50何匹かな ?450 匹まで。で、祠があと4つね。あと50何匹頑張りましょう。簡単に見つかるといいけどね。で、丸いのは、これ何なんだろうっていうね。おお、あ、ごめん、リングダウン。完全に左見てた。え、なに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 ？とりあえず、祠ではないね。なんか住んでる？さっき宝箱は見えたような。闘技場？コロシアム？周りから、くるくると降りていくタイプ。一番上は何もいなさそう？まあ、一応、省略して見えないだけかもしれない。一番上に対しての階段はないの？あれ？ホテルもどこ行った？あれ？武器持ってなかった？落ちた？あ、落ちてる。ああ、こんな感じと思ってなかったから。食べちゃったな。移動速度アップ。ゴログいるかな。なんとなくさ、ここね、地図で見てちょっと怖かったんだよね。なんか深そうじゃん。やりすぎやりすぎ。ああ、だって拡張してくればよかったです。ちょっと、オーケーの盾ってなんか意外と手に入るよね。使っちゃっていいのかな。と、いつ使わないのか私なんですね。ここが下がるか、降りる。なかなかさ、ほんとさ、私さ、下から行かないよね。いつも逆から攻めてる気がする。あー。あー。すごい属性の武器をたくさん持ってるみんな。使えってこと？うわー、またそういう盾？あー、出られないよー。で
もな、王家の盾強いもんな。太陽をついに捨てる時がやってきたのか。いや、その前にこれだな。よいしょ。これ下からどんどん強くなっていってるパターンだったのかな。雑魚だったらこの雷の剣はいいよね。まだそういう盾も、あ、でもさ、ここで集めるっていう手もあるのか、王家の盾。あー、なるほどね。なんかこういうのちゃんと考えてるよね。どうしよう。どうしよう。ライネルさんをついに捨てる時がやってきたのかもしれない。どっちが上？でもかっこよさで選びたいよね、どうせなら。ここなんだろうな。これさっき落ちた子？特にコログがいないんだったらスルーしたい。お、ライネルさんだ。気づかない。気づかなかった。そ、あ、そっか、ライネルさんって結構静かか。静かにたたずんでる系。あ、待って、ライネルのこっちにしよう。いざ尋常に勝負の前に食べましょう。いざ尋常に勝負。あれ、何も、え、そういう武器持ってんの初めてじゃない？詰まった。それ体験なのかな。体験っぽくない？なんか体験を片手で持ってそう。当たっちった。それ体験だったら本当にすごいわ、ライネル。ねえ、大変なことになってる。フリーズしそう。あ、間に合うか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 、間に合うのか。間に合った。ちょっと狭そうだね、ライネル。ライネルよ、重いんだが。重いんだが。そして盾が持てないんだな。あ、さすがに片手剣か。持てないよ。持てないよ。とりあえず新品のに変えて。ここ良いですね。ここは良いですよ。さらに盾がこんな感じのスタンプにして。これは持てな、持てる。うん、こんな感じの場所でした。結構いい感じ。武器集めに